でね、今動画千本ノックっていうのをその自分に貸してて、今566本、もうすぐ570本とか、もうすぐ600本に行こうかってするところなんですよ。で、3年で1000本。365日だとね。ね、でもまだ1年ちょっとで、まあ、それぐらいですから、ね、うん、もう2年以内でもう1000本行きそうですけど、まあ、1000本なんとかって言ったら、やっぱその、要は、何かな、人は繰り返し繰り返しで、素養がなく素質がなくっても繰り返すことでプロになっていくみたいなね、初めは本物じゃなくてもずっとやっていくことで気がついたら本物になるみたいなね、そういうことですかね。だけどまあ何ですかね、逆にこんな制作費とか何かも全く使わないで、まあ要するに撮り方から言ったら本当に素人が撮ってるんですけど、これは私たちにとっては別に素人でいいじゃないですか。そうですね、別にこれ自体は別にねプロの専門性が必要なわけですから。こんな感じだから、いつも生にしてるんですよ、うん、これがだからユーストリームですね、うん、こんななってた。そうです、そうです。そうで、これはねロジクールとかって本当安いあれなので、音とかもあんまり綺麗に撮れないし、あんまり綺麗に撮れないんですよ実は。あ、そうなんですか、うん、こっち側のはもうはっきり言って比べていただいたら全然ダメなんですよ。本当にビデオカメラで撮った方のがやっぱ綺麗ですね。だけ綺麗にそういうのの技術はやっぱりしながら、そうそうしながらやられたらいいと思いますよ、うん、うん、こんなのもあるよ。だけあの要はユーストリームを使って、これで本当は何をしようかと初め思いついたかというと、前日に全部ほら札付け直したりとか見直して、セールの前の日、はい、これを伝えられたらいいなっていうのがあったんですよ。多分今日明日はこれはいくらになりますよみたいな。そうですね、そうそう、だからジャパネット高田の女バージョンをやってるみたいなのがちょっとあれだったんですけどね。そういうのりで、うん、でそれをツイッターに常にこう流してる状態で、去年の夏とかはどっと来られたんですよ。あ、そうなんですね。だからこれほらお金かかってないじゃないですか。そんなんとかね、うん、やり方し、だからそれぞれ逆に言えば私のこのやり方をあなたがどんな風に表現してくださるかを楽しみ逆に、うん、やってくれるか、うん、もしあれだったら、うん、狭いお店なんで、いやいやいや、小さいからこそやれるんですよこういうのは、うん、だけどね、小っちゃいところ、私ね昔はね社長ないし、こういうふうにこう限りなくオーナーに近い人が表に出てくる店ほど大したことない店はないって思ってたんですよ。なんかほら俺がみたいな、なんかね、うん、じゃなくって、ちっちゃいからこそこういう気持ちでやってるっていうのを伝える方が伝わるんじゃないかなみたいなね。そうだから厚かましいんではなくって、お伝えしたいっていうような気持ちからなんかね、ちょっとそういうふうにいこうと思って、ちょっとこのブログは6年前からしたんですよ。でもね、書くのっていうのは読み込むって結構ね、私は書くの好きですけど、読んでその文章を理解してもらうのって難しいですよ。難しいです。虚構だって書けますよね。けどこれって偽れないですよね。だからこれだとなんかで、毎日なぜやるかっていうと、毎日ってことは伝わるんですよね。ほらだって、じゃあ綿密にじゃあ打ち合わせしてよ、1ヶ月に一遍完成したものだけを出したらちょっと違ってきません？自分のこうこんな風に伝えたいじゃなくって、毎日伝えしてたら、それこそもう本当にくたびれてる時とか、もう夕方とかこの話の人にしたいんだね。もうで私は密かにライトは足踊りパチって消されるし、お前だからこんな顔とかも全部映してね。そうそう、だけどもう毎日やることでなんか伝わるかな。だからそんな風にこうなんか、私は会ってないけど常に会ってる状態でもうすごい勝手にもう勝手にすごく親しく思ってくださってるでしょ。勝手にですね。いやいや、それが私の狙いなんですよ。もう伝わってるみたいな。うん、だからこのやり方を真似していただくのは全然問題じゃないですよ。だってそれはその方の個性だ。それと私が今言った毎日じゃするって言ったらね、頭で分かってるのと行動できるのはもう絶対雲泥の差があるんですよ。うん、もうね、できない人はね、もういあったら今度はできない言い訳をされるんですよ。だからもう私は同じステージじゃないと思ってますもん、本当、うん、だから私から習ったんだったら毎日ですよって言ってるんですよ。やるんだったら毎日ですよ、うん、なぜ毎日なのか、なぜ毎日なのか、それは素が伝わるから、お店の素が伝わる。で伝えちゃいけないのは個人情報違反になっちゃいけないし、そのほら肖像権じゃないけど自分はそんなに出たくないっていう人もいますから、それはダメなんですけどね。まあ、使い方によっては、うん、その
紙ばチラシとか、それからその伝えるにしてもこうなかなか伝わりにくいけど、こう絵だ、映像だと伝わりやすいもの、これはやっぱりかなと思うんですけどね。だからこれからはこんなのを上手に利用したら、大きいから名前が通ってるからよりも、もしかしたらあの、ね、そうなんですね、なんか何か可能性が、可能性がないですか、ね、というわけで、あの、なんていうの、この10年ぐらいなんかほら大きなところ有名なところに入ってれば安心みたいな、その神話は崩れましたよね本当ですね、うん、だから本物しか残らない時代、何が本物かはそれぞれが判断、だけどその判断する能力が今から必要かもしれませんね。本物の会社、本物の人とかね、で自分も本物に近づいていく、だけどその苦しさは大事かもしれませんね。でもね、あんまり夢中になりすぎてね、子供を産む時期っていうのを逃さんでね、それだけ言っとくよ、うん、あのね、私みたいにあの仕事の面白さに取りつかれてしまったら子供を産む時期を逸してしまってるんですよ。これは真似せんのって、いや本当に、うん、せっかく来てくれたけどね、そ今日は楽しんでってください。でも嬉しい、実物の方が綺麗ってよいや本当にありがとうございます。いやじゃあちょっと一言感想だけちゃん入れて記録に残していきましょうか。本当ですか、すごくあの思った以上に素敵なお店で、まあ、福岡もいろんなお店が買取店さんとか支社さん多かったんですけど、こちらに来させていただいてよかったなと感じています。またあのぜひ寄らせていただきます。ありがとうございます、はい、まだあの逆に私がもうわからないこともいっぱいありますので、何かあったら本当もう何でも出てきそうです。いやいやいや、そんなことないです。もう知らないこといっぱいありますからね。あの今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は嬉しかったな、やっぱ若い女の子いいな大好き。あとこれあのごめん、あのね、私の中にね5人キャラクターがおって、かなおくんってねめっちゃ女好きがおるんよ。だけどごめんね、危害は加えんけど、ちょっとねここ私なんかね男がおすんのよね。あでね、話長くなるけど、私ね、女に生まれてよかったって思う瞬間、女風呂に入れる瞬幸せ。私女の子のさヌード大好きだよ私ね、世の中で美しい、一番美しいものは女性の裸だと思ってますで、私男なのに女風呂に入れる幸せみたいな。あーそうそうなんですか。だから私ちょっとね、おかしいかもしれん、うん、でも美的センスを磨いていったら女性の裸ほど美しいものはないよなんか超えちゃったんですね。超えとうだよ。いや私この間友達にも言われたっちゃう、もう他は言っとんけ、そのまま言っとってくれる超えてるらしいです。今日の題名超えてる女って言ったありがとうございます。今日はいい話が取れました。ありがとうございます